はい。今回の動画は、Windows 10でコントロールパネルを開く方法をご紹介します。で、このコントロールパネルの開き方は、過去このチャンネルの動画でもね、何回かご紹介したと思うんですけども、この動画をアップロードしている2020年の1月ですね、正確には1月の14日ですかね、Windows 7のサポートっていうのが終了したことによって、ここ最近ですね、Windows 7から Windows 10に切り替えたという方もね、結構多いと思いますんで、 そういった方向けにですね、現在2020年の1月のですね、最新の Windows 10でコントロールパネルを開く方法というのをご紹介したいと思います。それではね、早速開き方なんですけども、スタートメニューのところから開きますんで、スタートボタンのところをクリックをしてもらって、この左側のところですね、ちょっとね、下に下がってもらってですね、W のところですね、この Windows システムツールというところ、こちらをクリックしてください。 はい、そうすると、この中にコントロールパネルという項目がありますので、こちらをクリックをすることによって、コントロールパネルを開くことができます。 で、Windows 10では、このコントロールパネルに代わってですね、この設定ですね、こちらの設定のマークのところをクリックしますと、Windows の設定というこの画面が開いてですね、これがですね、現在コントロールパネルの代わりになっているんですけども、Windows 10が発表された当時と比べて、かなり使い勝手が良くなっていて、現在ではコントロールパネルをほとんどね、使う必要がないぐらい使い勝手がいいので、今後のことを考えたらですね、今回ね、新たに Windows 10に切り替えた方も、Windows の設定のね、この使い方に慣れてもらった方がいいとは思います。 んですけども後面の間ですねあの設定やるのはどこでやればいいんだっていう形でねどこだどこだって探してるよりはこちらのねコントロールパネルを使った方がですねすぐにねできるというケースもあると思いますんでそんな時はスタートメニューの Windows のシステムツールのところから立ち上げてもらえればと思いますで、あとこのコントロールパネルを頻繁に使うよということであればスタートのところにねピン留めをしといた方がやりやすいと思いますんでそのやり方なんですけども先ほどのねこの Windows システムツールのところで コントロールパネルのここですね。こちらで右クリックをしてもらって、スタートにピン止めするという項目がありますんで、こちらをクリックしてください。はい、そうするとこういった形でスタートのとこにピン止めすることもできますんで、これはですね、マウスのドラッグで好きな位置に動かすことができますんで、自分の使いやすい位置にね、移動してもらえればと思います。 はい。といったことで、今回の動画では、2020年1月の時点での最新の Windows のバージョンで、コントロールパネルを開く方法をご紹介しましたけども、特に最近ですね、Windows 7から Windows 10に切り替えたといった方で、Windows の設定の使い方になれないうちはですね、まずはこのコントロールパネルをね、スタートにピン止めしといてもらえるといいのかなと思います。それでは、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。